工業大学のセンターパスにより第1クォーターが開始されました。引き分けとなりました。ただいまから両チーム5名を選出しシュートアウト戦を行います。
で明治大学の勝利となりました。この後12時50分より、男子3位4位表彰式を観客席1階2階通路で行います。代表者の方はいらしてください。第2回、この経営者会、これを申し上げます。第2回、お気に入り、お願いします。